ということですね、今私のこう前にやったレッスン見てたんですけれども、でこれ軸がねないプロが多いんですよ、日本のプロの場合で。彼らの見てると、まあ昔私もそうだったんですけれども、この外の方に軸が、まあ、ありましてね、で そこ中心に回ってるようにも見えるんです。